実力は引けを取りません。2番人気は5番ウイニングチケット。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。凱旋門賞のライバルたちは強力ですが、彼女たちに負けない走りを期待したいですね。偉業となる連覇のかかった一戦です。栄光の頂き、凱旋門賞。このレース最も人気を集めているのはモンジュー、1番人気です。3番人気にはベニスパーク、対抗するのはここまで無敗、前年の覇者ウイニングチケット。実力は1番人気にも引けを取りません。凱旋門賞連覇の偉業を成し遂げることができるでしょうか。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気モンジュー、日本の4人の馬娘たちが凱旋門賞の大舞台へ飛び出していきます。立ちはだかるのは世界の名だたる強豪。日本の馬娘たちはどう挑むのか。さあ日本勢の注目はウイニングチケット。ロイちゃんの足の長い芝でも力を十分発揮してくれるでしょう。険しい上り坂の頂上を目指して馬娘たちが駆けていきます。タップダンス七、会長に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭タップダンス七、レースはよどみなく進んでいます。日本のファンが期待を寄せる一人です。堂々とレースを進めていますね。4馬身差15番、1馬身差2番、その後ろ10番モンジュー、並んできた少し後ろからウイニングチケット。注目の日本勢です。前を狙えるいい位置につけていますね。先生、夢とスポーツマンシップに乗っ取り堂々勝利します。第3コーナーカーブ、急勾配の坂を下っていきます。さらに8番、1馬身離れてリガントーナ、その内並んで14番、さらにその外からは20番、内から内から3番、そしてその外を回って19番、さらに17番、その外並んで9番、里のダイヤモンド追走。持ち味の鋭い差し足は炸裂するのか。終盤に期待しましょう。残り 1000m を通過。第4コーナーカーブ、モンジュまだ抑えたままだ。ウイニングチケット花を進む。さあ内から先頭を伺うのはタップダンスシチー。レースはすでに後半戦、これから偽りの直線トルクストレートにかかります。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。現在1番手はウイニングチケット。さあ最後の直線コースに入った。スタンドの大歓声を浴びて各馬娘が一斉に突き進む。さあここからだ。凱旋門賞頂に通じる最後の道、残り400、抜け出したのはウイニングチケット。日本の希望、長後続も追いすがる。最高の栄誉まで残り200、凱旋門賞は目の前だ。ウイニングチケット突き放す。いいか、勝利は目前だ。ウイニングチケット一着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。連覇達成、勝ったのはウイニングチケット。今年もこの大舞台凱旋門賞を制し、日本の世界の歴史に残る偉業を成し遂げました。2着モンジュー、3着はリガントーナ。